島模様のパジャマの少年は、ジョン・ボインの小説、及び、それを原作とした映画、2006年出版。日本では2008年に、岩波書店により出版。ブルーノは軍人である父親の仕事の都合で、ベルリンから遠く見知らぬ土地へ引っ越してきたが、遊び相手もおらず、退屈な日々を過ごしていた。そんな状況に限界を感じ始めた、ブルーノだったが、 家から少し離れた場所に農場のような施設を発見する。大人の目を盗んでその施設へ行くと、そこには島模様のパジャマを着た少年、シュムエルが地面に座っていた。シュムエルはユダヤ人であり、ドイツ軍によって迫害を受けていた。つまらない生活に退屈を感じていたブルーノと強制収容所で寂しい思いをしていたシュムエルに友情が芽生える。 しかしその施設へ行くことは大人たちに禁じられており、シュムエルの存在は家族には秘密だった。ある日、軍人の父親がユダヤ人に対して残虐な行為をしていることを見かねた、ブルーノの母が父親を置いて子供たちと一緒に別所へ移動することを決定する。姉は母の案におおむね賛成だったものの、ブルーノはシュムエルのことが気にかかっていた。ブルーノは 引っ越しの当日、シュムエルの父を探すため、シュムエルのいる強制収容所にシュムエルと同じ、縞模様のパジャマを着て紛れ込む。そして、シュムエルとブルーノは誤って、他のユダヤ人と共に、シャワー室に入ってしまう。何も知らない家族はブルーノを懸命に探すのだった。イギリス・アメリカ合作で映画化。撮影は、ハンガリーブ・ブダペストで行われた。p g 1指定。 原作と映画はホロコーストを背景に描いているが、内容はフィクションである。フィクションではあるが、映画版は細部が事実に基づいて正確に制作されており、例えば映画に登場する新衛隊の制服は衣装担当が詳しく調査してデザインしたものである。また本作では設定上、収容所所長の家族がホロコーストについての知識が少ない。これについて他方から指摘があるが、 これもまた事実に沿っており、実際にアウシュビッツ強制収容所の所長であったルドルフ・フェルディナント・ヘスの妻もユダヤ人虐殺の実態を全く把握していなかった。ありがとうございます。